オギター。この前あげためちゃくちゃな手癖のやつはいかがだったですかね。こんなもん簡単やと思われた方もいらっしゃるかもわからないですし、難しいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、いろんな動画でこれからですね、どのような練習をしたらああいう風に弾けるのか、ひょっとしたら必要がないのかもしれませんが、やってみたいと思います。水泳するときや体操するときもね、準備体操というのをしてからやりますよね。準備体操をしないと、ね、体に異変を起こしたりとかすることもあります。ギターの早弾きをするときもね、準備体操が実はいるんですね。今日は左手の準備体操をちょっとご紹介してみましょうか。皆さん夏決まりをご存知でしょうか。この動画を見てる人が最近意外に若い方も増えてきているんですよね。わけのわからん早弾きがしたい方なのかわかりませんが、若い方にとっては夏決まりと言われても、今でもテレビ出てるんですかね。知らんな。多分50歳の人でも知らないかもわからない。60歳70歳の方は知ってると思いますけどね。夏木マリのヒット曲のね、絹の靴下というのがあります。何年前かはまた多分テロップが出ると思いますが、 YouTube を見てください。そこでね、夏木マリさんが早弾きのための指の運動をしてくださってるんですね。これを今日はまず覚えましょう。まず手を前、左手前に出して、人差し指から順番に、人差し指、中指、薬指、小指の順番で投げていきます。タララン、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 タララン。今間違えてますけどね、まあこの程度のね、拙い指の動きでもギターはめちゃくちゃね、弾くことができるということでご安心ください。逆もやりましょう。あ、小指からタララン、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 タララン。これが、この運動が実は早弾きのためにはとても重要です。やりましょう皆さんね、やってみましょう。こうやって夏木マリさんも絹の靴下という歌の中でやってます。うまい、言ってるやろ。これね、これそれだ。絹の靴下ギター早弾き準備体操と言います。覚えておいてください。今適当につけた名前です。でもね、夏木マリさんがギターを早弾きできるのかどうかは私知りませんが、これをね、いつもやってたから、ひょっとしたらめちゃくちゃギターが早く弾けるのかもしれません。やってみましょう皆さんもね。歌いながらするともっと効果的です。タララン、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 タン、タララ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 ン、タン。まず準備体操はね、半分冗談ですが、半分本気です。こうやってね、手をね、普段からこう動かしていくといいです。特にね、この前も言いましたけどね、ギターの早弾きには小指と薬指が大事ですから、小指と薬指が上手に動くように、絹の靴下体操、1日そうですね、何十秒でいいですけどね、ね。暇な人は、1日中やっといてもいいです。本当にね、指早くなると思います。絹の靴下体操やってると。皆さん今日の動画はいかがだったでしょうか。って言ったら怒りますよね、やっぱりね。絹の靴下体操が終わった後は、いよいよ早弾きのための指のトレーニングです。これも異論があるというか、速いフレーズを弾く前にまずゆっくりで、ね、ゆっくり弾いて、それができるようになったら早く弾いてみましょうというね、セオリーですよね。でもね、それがどうも違うんじゃないかなと私は思ってるんです。ある程度の速さまでなら、これぐらいの速さまでなら、まずゆっくり弾けるようになったら、だんだん速くなっていくというのも確かなんですが、ちょっとセーブして速く弾いてみたんですが、この時のね、筋肉の使い方と、ゆっくり弾いてる時の筋肉の使い方は明らかに違います。右手も左手もね。ですから、ゆっくり弾いてたら速く弾けるようになりますというのは、僕は違うんじゃないかと思うんですね。なんでかと言ったら、トレーニングしてる筋肉が違いますので、どうも違うような気がするんだよね、僕ね。だから最初から全力でする方がいい。これも異論反論あると思います。もちろんゆっくりやって練習してからの方が速くなるというのも、ひょっとしたら正しいかもわからないですが、そうじゃないのかなと僕は思ってます。なんで僕がそう思ってるかっていうと、私はそれ、まずゆっくりやってから速くするという練習を一切してないから。したことないです、正直。速く練習をやりました。最初は手があんまり動かなくても、だんだん手が動くようになって、筋肉の使い方がね、弾く時と明らかに違うような気がするんですね。
これは実は非常に重要なことかもしれません。意外にそういうこと言う人が少ないんですよね。異論同意、いろんなご意見があると思いますが、本当にね、コメントに書いていただきたいと思います。コメントね、最近書いてくださる方が出てきて非常に嬉しいですが、もっともっとね、積極的に議論もできたらいいのかなと僕は思っておりますので、ぜひぜひコメントしてください。今のところはとても大事です。ゆっくり弾いて確実に弾けるようになってから早くしましょうというのは、ある程度の速さまでは正しいんですが、高速で弾く場合はあまり役に立たない。筋肉の使い方は違うように私は思ってますので、やっぱり最初から早く弾く練習をする方が大事だなと思ってます。一番簡単な早く弾くトレーニングですね。有名な芋虫フィンガリングというやつですね。いろんな本とかにも載ってるだろうし、 YouTube にも上がってるかもしれません。何をやってるかというと、単純に半音ずつね、とやってるだけです。基本的なね、大事なトレーニングです。しょうもなっていう感じですね。こんなん知ってるわって。これをね、早くする、ちょっと失敗してるとこもありますけども、これをオルタネートピッキングでね、上下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 でする。いろんなパターンでやりましょう。今は低い音から高い音に変わりました。これを高い音から高い音から低い音にやっていく。これは実はね、私ソロの中でもよくやりますね。たまにやってますというか、よくやってますね。あと今は6弦から1弦に行きましたが、逆ももちろんやりますね。1弦から1弦から6弦に。高い音から今度は低い音から高い音に1弦から6弦。これ私の手癖なんですかね。これは非常に不安定な音です。なんでかと言ったら、低いところから高いところにと音が上がっていってんのに下がんのかいっていう感じのね、ホエン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 っていう風になるんですね。ジェットコースターになってるみたいな感じ、非常に不安定で、それだけの印象の残るフレーズ。これもね、よく練習しますね。これも私の指癖ですけどね。まさにね、絹の靴下なんです。絹の靴下なんてまさに。今日はもうこれだけです。靴下体操を入念にやった後に、芋虫フィンガリングをいろんなパターンでやる。早弾きへの近道ですね。芋虫フィンガリングの一つのツボはこれでした。高い音から上がっていってのに、次はまた音が下がって上がっていっている。これがですね、結構かっこいいですね。普通にソロなんかにも使えると思いますね。最初に言ったように、芋虫フィンガリングはまずゆっくりしてから速くしていくというよりは、最初からもう全速力でする方がいいような気が僕はしております。筋肉の動かし方が違うような気がするからな。やっぱり最初から全速でする方がいいんやろね。今日は私はリコリスリコイルの T シャツを着ております。ここに貼ってあるのは響けユーフォニウムの小泉みぞれさんですね。早弾きのトレーニングの第1回目というか、小出しにしておりますが、まあこの単純なトレーニングをね、反復してするというのも大事なのでね、しばらくはこのトレーニングをしてみましょう。本日の動画が良かったなと思う方は高評価と
いいねボタン、高評価のことをいいねボタンっていうの、いいねボタンとコメント、よかったです。私も絹の靴下を頑張って練習しまして、歌の練習ではなくて弓の練習ですよ。そして面白くなかった、こんなもんで配備ができるわけがないやろ、大体何言うてんねん、ゆっくり弾いてから確実に弾けるようになってから早く弾く練習が正しいに決まってるやないかという方は、チャンネル登録と悪いね評価、コメント欄にいろんなことを書いていただけたらなと思います。5チャンネルに名指しで立ち往生さんが YouTube で嘘800並べとるめちゃくちゃやで、書かないね、よろしくお願いいたします。うん、今日もありがとう、また次の動画でお会いしましょう。どうでしょうか皆さん、腹話術は少し上手くなりましたでしょうかということで、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、さようなら。せーの、パコンパコンパコンパコンパコンパコンデッデッ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 、つるば疲れたろ。